ケンンントチチャャネネルルへよようこそチャンネル登録もよろししくお願いします昨日選挙についての報告書を出しておきましたその中でテキサスが最高裁に提出しているその裁判について説明いたしましたその時に私はおそらくこの訴訟は却下されると私は主張しました そうすると、たくさんの方々からコメントがありました。えこれ、憲法違反が問題なんでしょう憲法違反についてどうするのって、そういうコメントがたくさんありました。ここで詳しく説明しておきましょう。まず、訴状からいきます。これが訴状なんですけれども、真ん中に、えー、太文字で書いてある、えー、全部大文字の太文字ですね。ここが請求の 内容ですこれは英語ができる人でもこれ読んで意味がわからないと思いますね。えー、法律用語ですからね。えー、では次行きましょう、えー。これは日本語に直しておきました。仮差し止め命令及び保全処分、もしくは執行停止、または行政処分の執行停止。日本語に直しても意味が分かりませんね。具体的にはこういうことです。選挙人の認定を止めて、 そして選挙人の選挙人選挙に参加することをまず止めて選挙人投票自体を延期してほしいとそういうことだったわけですよねこれが請求の内容ですではなんでそれが必要かというとこれはたくさん不正があったとそういうことなんですね具体的に言うとこれですアメリカ合衆国憲法第2条第1節2項 これ、Electors Clause と英語で言いますけれども、各州はその州議会の定める方法により、選挙人を任命する。しかし、この4つの州は、確かに州議会はルールを作っていましたけれども、その、えー、途中でですね、州務長官、もしくは裁判所はそのルールを変え,変えた後、それも事前にではなくて、最中にもということです。 でそうすることによって、2番、イクールプロテクションですね。合衆国修正第14条に書いてありますけれども、いかなる州も、何人に対しても、法律の平等な保護を拒んではならない。こうすることによって、例えば、えー、軍によっては、間違った投票用紙を、えー、訂正させたとか、あるいは訂正させない軍もあった。 あるいは提出期限は本当は3日の夜までだったのにい,いきなりそれを3日延ばしたとで本当は消し印がついてないといけないのに消し印をチェックしなかったとかこういうことがいっぱいあったとそういうこと言うわけですねこれは14条に違反してますもちろんそれは主議会議員が決めたルールの違反ですよね それからですね、最後にアメリカ合衆国憲法修正第5条及び修正第14条、デュープロセスですね。ね正,正当な法の手続きによらないで、生命、自由及び財産を奪われることはない。えつまりですね、このようなルール違反を許したことによって、市民は正当な投票に参加する権利、その財産を奪われたと。そういうことですね。 この三つの憲法違反をしたとしました。ちなみにですけれども、不正投票を主張していないんです。これ全くないです。もっぱら州がルールに従わないで選挙を行ったことがいけないと。そういうことを主張してるだけなんですね。まあそこに付随するえいろんな悪影響があったと。で、それを訴状の中でずっと話してるわけですよね。え、これは、まあ、あったでしょう。 ある意味はなかったかもしれません。わかりませんよ。えー、まあ、あったとしましょう。じゃあ、あったら、どうでしょう。誰が損するんですか損害を受けるのは、そこの4つの州の州民ですよね。であるならば、その州民が権利を訴えて、裁判でそれを決着つけてもらうというのが普通なんですけれども、それはたくさんの訴訟がありました。50ぐらいあったんですね。 でほとんど負けてます。ですから、この不正が認められてないわけですよね、その訴訟で。そこで踊り出てきたのは、テキサス州の司法長官です。彼はそれでテキサス州はう、えー、その4つの州を訴える。しかしですね、その州民の権利を保護するために、よその人が訴訟を起こしたとしても、これははっきり言って、部外者ですからね、関係ありません。 それでテキサスはこういうことを言ったわけですね。えー、そこの4つの州の州民はもちろん権利は奪われたんですけども我々テキサス州の、えー、有権者も自分たちが正当な選挙に参加するその財産が奪われたと。 えーまあ、間接的にはですけれども、私たちは選挙制度について不信感を覚えてしまったと、これはそのルール違反によって起こったものなんです、ですから私たちも被害者だと、えー、ですからこの訴訟を起こす権利があると、そういうことを言ったわけですよね、そこで一つ大きな原則を知っていただきたいんですね、これは原告的確という原則です。 判決によって保護されるべき法的利益が帰属するものしか訴訟を起こすことができないわけですね。ですから、ここで、まあ、テキサスは自分たちは利益を侵害されたわけですから、ここでこの訴訟を起こすことができると言ってるわけですけれども、判決を読んでみますと、こういうことを言ってます。これが判決文です。 テキサス州の訴状の提出を求める申し立ては、憲法第三条に基づく原告的確地位の欠如を理由に却下されました。もう一度言います。原告的確地位の欠如を理由に却下されました。その続き、テキサス州は他の州が選挙を実施する方法について、 司法上認められる権益を証明していません。他のすべての保留中の申し立ては論争として却下されますと。ということで、テキサスはここで損害を被ったということを認めなかったですね。それで、この訴訟は却下されました。まあ、ここで話が終わりなんですけれども、えそれで憲法違反はどうするのと。 ですから憲法違反があったかどうかも審議してないんです審議しないことにしましたなぜかというとこの訴訟自体をそこで起こしてはいけなかったからですしたがってその内容を審議する必要もありませんしあるいは審議してはいけないと,いうとでも言えるでしょうということで終わりなんですじゃあ憲法違反もどうするんだとはいこれは話題としては残ります、まあ、憲法違反が すごくいろんな憲法違反がインターネットのいろんな動画サイトを見てるとね、これもいけなかった、あれもいけなかったってありますけれど、まあ、それはあったかどうか、えー、私はいちいちそれについてコメントするつもりはありません。あったかもしれないし、なかったかもしれないし、自分自身はそれを調べる方法がありませんので、えー、それを保留にしておきます。ただ、この訴訟に関して言うなら、テキサス州はその 4つの州がルールに基づかないで選挙を行ってしまったということはテキサス州の有権者にとって損ではなかったということを最高裁が決めたとそれだけなんですこの判決はおそらくですね選挙が終わってしまった後で選挙の制度についていろんな議論がされると思いますよ2年後に、えー、中間選挙がありますそれまでには 投票の方法については、もっとちゃんとそ,それぞれの州がえルールを決めて、厳格にそれを守るという、えー、そういうまたルール、<laughs> ルールを作るのはいいけれども、それを守らなければいけないという、また別のルールをおそらく作るでしょう。これはこれからの話なんですね。では、今回どうなのトランプさんは大統領になれますかと。うん、それは分かりませんよ。 えうん、ただこの道はなかったそういうことだけなんですねということでご報告までにいかがだったでしょうかよかったら高評価ボタンを押してそしてコメントを残しておいてくださいご清聴ありがとうございました